皆さんこんにちは。アンリアルエンジン5マスフレームワークによる群衆 AI 制御の解説の講演を始めたいと思います。エピックゲームスジャパンの桑野です。よろしくお願いします。講演内容に入る前に注意事項です。本講演の検証には開発中である UE5.1 のバージョンを利用しています。また講演内で使用開始する機能はエクスペリメンタルの扱いとなっています。これらの機能は今後 UI 等が変更されたり、機能や名称が今後変更される可能性がありますので、ご留意ください。さて、昨年の12月に Unreal Engine 5を利用したプレイアブルコンテンツ The Matrix Awakens をリリースしたのは記憶に新しいですが、その中では 4km 四方の街を自由に歩き回ることができていました。そして実際に使用した街や街全体の動きをそのままに、今年の4月にシティサンプルプロジェクトを配布しました。こちらの写真はシティサンプルのものですが、広大な街を再現しており、多くの車や人が登場します。実際にはかなりの数の人や車が出てくるため、これらを素直に制御しようとすると非常に高い処理コストが発生します。そこでマトリックスアウェイクンズのデモリールやリリースの中でも紹介されていましたが、アンリアルエンジン5では広大な世界を実現するための様々な機能を追加しました。これらのスクリーンショットは今回ご紹介する AIマス AI に関する機能の一部です。本講演ではこれらの新機能を初めて使う方や、機能についてより詳しく知りたい方に向けた内容となっており、これらの機能についてどのようなものがあるか、どのように使うかといったことを解説していきたいと思います。 Unreal Engine 5.0 ではマスフレームワークを提供する各種エンティティ、ゲームプレイ AI、クラウドプラグイン、そしてそれらをサポートするステートツリー、スマートオブジェクト、ゾーングラフといった機能が新しく追加されました。これらの機能はすべてプラグインとして提供されていますが、デフォルトではオフとなっているため、実際にマスフレームワークの各種機能を利用する際には有効にしてからご利用ください。新しい機能を覚えるのはなかなか骨が折れますが、これらの機能はこのような簡単なイメージに置き換えることができ、システムの中での役割や機能は非常に単純です。本講演では機能の概要やユースケースを解説しますが、ご視聴されている方にはどう使えそうかといった雰囲気を感じ取っていただければと思います。そしてこちらが本日のアジェンダになります。シティサンプルの例を交えたシステムの概要をまず説明し、それから各機能について順番に掘り下げていきたいと思います。それではまず最初はシステムの概要についてです。この章ではマスフレームワークのシステムがどのような仕組みで動いているかをシティサンプルの例を交えながら見ていきたいと思います。マスフレームワークは非常に大規模なシステムで、さまざまな要素によって構築されていますが、全体を俯瞰してみたときに主となる要素はこれらです。これらのオブジェクトについて理解し、設定や拡張を行っていくことで大量の AI に対する制御をスマートに実行することができます。これらの要素は先ほども表示しました、このように置き換えることができます。この絵を見るとそれぞれの内容がどのように使われるかなんとなく想像できるのではないでしょうか。各要素の詳細は後の章で説明しますが、ざっくりと内容を説明しますと、まず真ん中のマススポーナーと呼ばれるものからスタートします。マススポーナーは真ん中のマスエージェントを生成スポーンするものとなります。マスエージェントは
群衆を形成する人や車といったマスの対象です。どういったエージェントを生成するかといったことや、エージェントがどのような特徴を持っているかといった、いわゆるエージェントのスポーンのレシピのようなものを左下のマスエンティティコンフィグで定義を行い、この情報をもとにスポーナーはエージェントを生成します。生成されたエージェントはどのように動くかというと、決められたスケジューラーに沿って動作を行います。それが右下のステートツリーです。エージェントはステートツリーに従って動作し、時にはワールドに配置されたものに何かアクションをすることもあります。そのような時にはスマートオブジェクトを利用して実現することができます。また、エージェントは移動することもあります。エージェントはゾーングラフと呼ばれるレーンに沿った移動を行います。これはエージェントの行動範囲を設定するようなものになります。ざっくりと説明しましたが、今日話す登場人物についてはこのようなものがあります。この中でもシステムの開始地点であるマス・スポーナーは特に重要なので、こちらをもう少し見ておきましょう。マス・スポーナーはレベル上に配置されるアクターの一つで、マス AI はここから始まります。マス・スポーナーはその名の通りエージェントを生成するのですが、プロパティでは何を生成するかとどこに生成するかといった情報を持っており、これを設定する必要があります。マス・スポーナーの設定で重要な部分がこちらになります。まずはどれくらいのエージェントを生成するかといったカウント、それからどのようなエージェントを生成するかといったレシピに該当する部分ですね。先ほども出てきたマスエンティティコンフィグをセットします。それからどのような位置に生成するかといった情報をこのジェネレーターインスタンスというところで設定します。これらの設定を行うことによって生成するマスエージェント、生成する数、生成する場所が決まり、群衆のエージェントを生成することができます。注目しておきたいのが、この真ん中のマスエンティティコンフィグで、どのようなエージェントを生成するかを設定するものですが、中身を見てみると、このように様々な項目があります。ここで設定されている項目はトレイトと呼ばれるもので、日本語訳すると特徴という意味になります。実際に設定する項目も、ルックアットといったものや、ムーブメントといったエージェントに関する特徴を設定しています。例えば、どういったエージェントを設定するかといった見た目の部分に関して言えば、こちらの例があります。ここではトレイト、特徴としてクラウドビジュアライゼーションを設定する項目です。ここでは高品質で動かしたいアクターと低品質で動かしたいアクターを設定することができるようになっているので、ここにエージェントにしたいキャラクターを設定することで、実際にマスエージェントとして生成されるようになります。マススポーナーのセットアップはこれくらいで十分なのですが、マススポーナーのセットアップは一つのグループごとに行う必要があります。例えば、シティサンプルの場合は、人、信号、駐車車両、交通車両、トレーラー用と5つのマススポーナーを利用しています。シティサンプルでは、マス AI が配置される位置にも少し特徴があり、3つの種類でそれぞれ違った配置を行っています。例えば、群衆と車道を走っている交通車両については、市街地上のプロシージャルデータから生成されたゾーングラフを活用して密度ベースの分布を持たせています。一方で、駐車車両については静的な点群分布によって配置を行ったりもしています。
人や交通車両はゾーングラフに密度ベースの配置を行ったと言いましたが、ゾーングラフはこの図中の線のことを示します。これらの例には現在閉鎖されているかといった情報などを持っており、スポーナーを利用して想定される密度に応じた距離でスポーンすることもできます。シティサンプルの例で生成した車は独自の例 LOD を持っていることも紹介しておきたいと思います。この LOD は先ほどの特徴を設定するマスエンティティコンフィグで設定を行っています。サンプルでは1万7000台の走行車両と3万8000台の駐車車両が存在します。図では車の上に色のついたキューブを表示していますが、これらは赤色は高品質な LOD の車10台で、変形、破壊、相互作用が可能でシミュレーションを行っています。黄色は中間品質の LOD を持つ車で、150台マスフレームワークのシミュレーションを利用し物理演算は行っていますが、サスペンションはシンプルなものを利用しています。緑色は低品質な LOD の車残りすべてに適用しています。最大5000ポリゴンの低 LOD のインスタンスドスタティックのメッシュで、シンプルなカーブに沿って位置の更新を行っています。そして残りの車は可視化を行っていません。車両はスポーンを都度行わないようにアクタープールを使用してコストを削減しています。また駐車している車両はプレイヤーが乗り込んで運転をしたり乗り捨てることができるようになっています。マスフレームワークのシステム概要から展開されるまでを見てきましたが、全体像とそれからどういったことができるかといったことがご覧いただけたかと思います。ここからは各機能について少し詳細を深掘りしながら説明していきたいと思います。この章ではマスエージェントの行動を定義するステートツリーについて紹介したいと思います。こちらはシティサンプルのマスエージェントの動きにフォーカスした動画です。歩道を歩いている人や横断歩道の横断待ちをしている人がいますが、これらの動作はすべてステートツリーでという機能で定義されたものです。まず今回ご紹介するステートツリーとは、 AI の動作を定義することができる拡張性のある階層型のステートマシンです。右下の図がステートツリーの一部になります。UE4 までは AI の動作を定義するために Behavior Tree を利用してきましたが、こちらは軽量の評価システムを提供し、そしてメモリーの観点でも厳重に格納されます。図のようにブロックを組み合わせたものですが、こちらは Behavior Tree のセレクター、そして State Machine の State Transition を組み合わせたようなものとなっています。つまりステート、状態をベースとしてツリー構造で処理を行いながら状態遷移が発生するといったものとなっています。ステートツリーをエディターで開くとこのようになっています。ビヘイビアツリーと比べてあまりノードでつなぐといった感じではなく、ブロックを接続することによって階層構造を実現しているといった感じになっています。これは実際にシティサンプルで使用しているステートツリーですが、ここで定義されている動作の一部を見てみましょう。エージェントは基本的に徘徊を行っています。そこから何かインタラクションを行うオブジェクトを見つけたら、そこに近づいてアクションを起こします。このケースではベンチですが、ベンチを見つけたら座って、しばらく時間が経ってから立ち上がって、また徘徊を行うといった動作に戻ります。この一連の流れをステートツリーの中でシナリオが定義されています。
ここで行われていることをもう少し細分化するとこのような感じになっています。エージェントは最初に徘徊していて、オブジェクトを見つけたらベンチに到達しようとし、それから座ってしばらく経った後にまた徘徊を続けます。この時歩いているだけではなく、それが自然な動作に見えるように視線の制御なども並行して行っています。このようにこの一連の流れにおいてエージェントの状態や視線の移動、アニメーションの再生などいろいろなことをやっています。話を戻しまして、これを実現するのがステートツリーになります。初めて見る方というかもいらっしゃるかもしれないので、どのようなパーツから構成されているかを少し説明しましょう。まずルート処理の起点となる部分です。ここから全ての処理が始まります。次にステート状態を示すブロックです。ステートツリーという名前の通り、どのブロックにも状態を含んでいます。それからコンディション、こちらはステートに入るための入力条件です。これを満たさない場合は先のステートに入ることができません。そしてタスクで、これはそのステートにいる間に実行する処理のことです。その後トランジションの定義があり、これはステートの遷移条件を定義します。図の NEXT はタスク処理後に次に遷移するステート、×は失敗した時に遷移するステートを示しています。そして最後に Evaluators で、これは各状態で常に監視できる情報といったものです。ステートツリーではこれらのパーツを組み合わせて AI の動作を定義していきます。改めて見たこの動作について少しツリーを追いながらチェックしていきましょう。まずルートから順番に上から実行しようとします。特にインタラクションの必要がなければ最初にアイドリングに移行し、ワンダーに入って徘徊を始めます。徘徊を開始したら歩道の周辺を歩き続けます。この時基本的には徘徊を行いますが、状態遷移としてインタラクション可能なオブジェクトが見つかったかどうかをチェックします。インタラクション可能なオブジェクトが見つかったらそこまで移動します。この状態はオブジェクトに到達するまで継続されます。オブジェクトに到達したらインタラクション可能なオブジェクトを利用します。この時エージェントはインタラクションを行い、完了したらアイドルの状態に戻ります。大まかなステートツリーの動作については説明してきましたが、細かいところの処理に関する説明は今回省略しました。もし動作の詳細について確認したい場合は、文字で動作を示したものをここに載せておきますので、こちらのスライドが公開された後にご覧ください。今回はこれを説明しませんが、ステートツリーを使い始めるにあたってどのような要素が必要か、サンプルを解析するのに役立つかと思います。実際にステートツリーを使い始めるにあたってはステートツリーのアセットを準備する必要があります。ステートツリーのプラグインを有効にしている場合、コンテンツブラウザ上からステートツリーのアセットを選択して開くことで先ほどのようなツリーを作成し始めることができます。ステートツリーアセットを作成した後は、右図のように必要なタスクやステートを追加したりして処理のシナリオを作成します。そしてこれを動かすには、少し前に話したマススポーナーのコンフィグ、マスエンティティコンフィグへの登録が必要になります。図のようにトレイツの項目を追加してステートツリーを利用するという特徴を追加し、
実際に稼働させるステートツリーのアセットを登録するだけです。この設定によって生成されたエージェントはこのステートツリーを利用した動作を開始します。さて、ステートツリーについてここまで見てきましたが、 AI の動作を定義する方法には今説明したステートツリーと以前から使用することができていたビヘイビアツリーがあります。どちらを使用すればよいか迷うかもしれないので、最後にそれぞれの特徴を載せておきます。まずどちらも共通することはエージェントの動作を定義するといったものです。これらの違いを述べると、ステートツリーは状態ベースでの行動を定義しますが、ビヘイビアツリーは基本的にステートを持たず、どのノードにいるかをベースとして行動を定義します。それから、ステートツリーはマスフレームワークに組み込まれたプラグインの一部であるので、マスエージェントの行動を定義するのに利用することができます。ビヘイビアツリーはマスエージェントではない AI コントローラーを持つ対象にして適用することができます。そして利用開始する方法も違い、ステートツリーはマスエンティティコンフィグに登録する必要がある一方、ビヘイビアツリーはランビヘイビアツリー等の関数を実行して、ビヘイビアツリーコンポーネントへの登録が必要ということの違いがあります。ステートツリーの特徴について説明してきましたが、ステートツリーはエディター UI も日々更新が行われているので、ぜひご利用の際にはチェックしてみてください。ステートツリーでは AI の動作の仕組みを見てきましたが、この章では AI がより多彩でリアルな動きを実現するために考えられたスマートオブジェクトについて紹介したいと思います。スマートオブジェクトを簡単に説明すると、インタラクションが可能な配置されたオブジェクトのことです。スマートオブジェクト自体はアクターですね。先ほどのステートツリーの章でも出てきましたが、この図のようなベンチがスマートオブジェクトに該当します。これは AI が条件を満たしたときに、シナリオに応じた行動を行うことを目的としています。例えば、ベンチの近くに近づいたら座るといったことです。インタラクション時にアニメーションを連動して再生することで、実装者はこのオブジェクトとエージェントを紐付けて編集することができ、より動作に信憑性を持たせることができます。ベンチを例として挙げましたが、他にも信号機や自動販売機などもそれらの一例として挙げられます。スマートオブジェクトが利用されるまでのフローはこのような流れとなります。スマートオブジェクトはステートツリーと連動して動作します。あらかじめスマートオブジェクトを利用するために実行タスクを仕込んでおきます。ランタイムで動作しているときにエージェントはスマートオブジェクトにアクセスしたいタイミングでタスクを実行します。スマートオブジェクトを使いたい場合は、スマートオブジェクトに要求を出すと、利用できるスマートオブジェクトを見つけることができ、使用する場合は、使用を宣言するタスクを実行します。こうすると、サブシステム経由でスマートオブジェクトがアクティブとなり、今度はプロセッサーと呼ばれる処理装置で、コンテクスチュアルアニメーション、連動アニメーションを再生できる、といった流れになります。ステートツリーでも利用した例ですが、これがまさにスマートオブジェクトを利用する例の一つです。歩いているユーザーはベンチというスマートオブジェクトを発見したら、そこにアクセスするように移動し、座る動作を行います。先ほどは触れませんでしたが、真ん中のステートに SOCO と書いています。こ
庫でスマートオブジェクトを利用していくことを示しています。この中のステート到達ではスマートオブジェクトを見つけることを行っており、見つける、移動する、アニメーションを再生してインタラクションを起こすといったことを一連の流れとして実行しています。ステートツリー側での設定と流れを説明しましたが、スマートオブジェクトを利用するにはオブジェクト側にも設定が必要なため、そちらも説明しておきます。先ほどのベンチはインタラクションが可能なスマートオブジェクトですが、このオブジェクトにはスマートオブジェクトコンポーネントというものを持っています。このベンチ自体はただのアクターで、スタティックメッシュコンポーネントのベンチのオブジェクトをくっつけたものですが、このスマートオブジェクトとして利用するにはスマートオブジェクトコンポーネントを追加する必要があります。ベンチに取り付けたスマートオブジェクトコンポーネントですが、この中にはスマートオブジェクトをどのように使うかを定義するためのアセットを設定する箇所があります。ここには新しいアセットタイプであるスマートオブジェクトディフィニションというアセットを作成してセットします。スマートオブジェクトディフィニションアセットの作成方法は簡単で、コンテンツブラウザーから AI の項目の中にあるので、そこを選択します。ここに表示されない場合はスマートオブジェクトのプラグインが無効になっているかもしれません。このアセットを開くと、こちらも右図のような専用のエディターを開きます。スマートオブジェクトの設定で重要なのはスロットの情報とインタラクションに関する情報です。スロットとはオブジェクトにインタラクションを行うポイントのことを指します。左の図では2つのスフィアを表示していますが、このようにベンチ1つに対して2つのスロットを持っています。これはエージェントが1つのベンチに2人まで座れるようにしたり、2箇所までインタラクションをできるようにすることを設定する際に便利です。それから右下ではスマートオブジェクトでの動作やインタラクションを行うための設定を行います。ここにはスマートオブジェクトと連動させるアニメーションを設定するのですが、ここに設定するのも新しいアセットタイプ、コンテクスチュアルアニムシーンアセットになります。 UE5.0 から追加されたこのコンテクスチュアルアニメーションシステムは、静的および動的なワールド要素や他のキャラクターと相互作用するキャラクターをサポートするためのツールとランタイムロジックのセットになります。要はオブジェクトとアニメーションの連携を仲介するためのアセットですね。こちらを開くと、こちらも同様に専用のエディターを持っていて、再生するアニメーションセットを設定したり、IK のターゲットを指定することができます。この図ではキャラクターがベンチに座るときのアニメーションをセットしていますが、例えばこのように複数のアニメーションと同時に設定することによって、ユーザーはよりアニメーションへの信頼性を上げることができます。こちらはキャラクターがトラックに乗り込むアニメーションと、トラックのドアをオープンして、トラックのドアをオープンするアニメーションを連動させているところです。複数のアニメーションを連動させるには、シーケンサーを使ったりする必要があったので、コンテクスチュアルアニメーションを利用することで、とても手軽に連携できるようになります。これでスマートオブジェクトの設定も、アニメーションの設定も完了となり動かせると言いたいところですが、最後にマススポーナーのコンフィグにもスマートオブジェクトを使うことを定義することを忘れないようにしましょう。この設定によってエージェントがスマートオブジェクトを使う
という特徴を追加することができます。さて、これでスマートオブジェクトを使う準備が整いました。設定や機能を覚える必要がありますが、一度覚えてしまうと機能自体はすぐに使えるようになるので、ぜひこちらも触ってみてください。ここまででマス AI の動かし方について述べてきましたが、次に紹介するのはゾーングラフです。ゾーングラフはとてもシンプルで、覚えることも今まで紹介してきた機能に比べるとそれほど多くありません。ゾーングラフはマス AI の行動範囲や活動する範囲を指定することに利用される機能です。ゾーングラフについてはシステム概要のところでも少し触れましたが、左の高速道路や右の交差点上に敷かれているレーンがそれです。この図においてはオレンジの線は車の通行用、緑色の線で引かれているのが歩行者用のレーンとなっています。ゾーングラフはこのようにマスのエージェントが移動する際に利用する経路をレーンで敷くものとなります。ゾーングラフはもともとマス AI のナビゲーションをサポートするために作成されたものですが、数千、数万のエージェントのナビメッシュによるパス検索をサポートすることが難しいので、軽量なポイントトゥポイントナビゲーションを使用するために作成されました。ゾーングラフはレーンの形状をジオメトリーベースにしたり、スプラインで形状を変えたりといったことができるデザイン主導のナビゲーションを行い、このレーンを接続して回廊の構造を持っています。また、そのレーンが危険や遮断されているといったアノテーション、注釈の情報を持つことなどもできます。使用例として、シティサンプルにもありますように、歩道や交差点にも利用することができるようになっております。ゾーングラフのユースケースとして、シティサンプルの例を見てみましょう。高速道路を走る車のレーンをスプラインで定義したものです。このスプラインのようにレーンを敷くことによって、車はその上を走行することができます。また、別の例として、このようにボックスに触れることによって、その周辺のレーンを危険エリアとして、エージェントが逃げるように促すようなこともできます。こちらに向かって歩行してきていたエージェントは、このボックスを取り出したタイミングから進行方向を反転させて、このエリアから遠ざけるような進み方に変わっていることがわかります。ゾーングラフは配置だけではなく、動的に作用を与えることもできるようになっています。ゾーングラフの使い方については非常に簡単で、ナビメッシュの時と少し似ています。まず最初にゾーンシェイプアクターというオブジェクトをレベルの上に配置します。このアクターはレーンに関する情報を持ち、この形状に沿ったゾーングラフのレーンが敷かれます。配置したら必要に応じてこのレーンの形や長さを手動で変更します。次にこのレーンが歩道や車道などといったどのようなタイプであるかといった設定をレーンプロファイルやタグで行います。そして最後にメニューからゾーングラフのビルドを実行します。これはナビメッシュの時と同じですが、これによってゾーングラフの最終的な状態を確定させます。ゾーングラフを利用する際にゾーンシェイプアクターを配置しましたが、実際にレーンの情報を持っているのはゾーンシェイプコンポーネントというコンポーネントです。先ほどのシティサンプルのユースケースの例でも出てきましたね。このコンポーネントを付け替えることでゾーンシェイプアクター以外のアクターにも自由にレーン情報を持たせることも可能です。レーンにはタグスという項目で属性を設定できるのですが、
最低限必要なのがレーンの属性、適用する方向、幅などをプリセットで設定を行うレーンプロファイルズになります。例えば直線の、人のみが歩ける幅10メートルの歩道、前と後ろの双方向で移動が可能といった情報の設定がこのプリセットでできます。このプリセットの設定についてはプロジェクト設定で行います。例えばこれはシティサンプルの設定の例です。左の図はタグというレーンの属性情報で、ビークルは車道、プレデストレインは歩道といった属性を定義します。右の図ではレーンプロファイルといって、このプリセット情報を定義します。例えば一番上のビークル、下上400という名前のプロファイルの例を見てみると、2つのレーンの定義が入っており、この中で幅400、ディレクションでフォワードとバックワード、タグでは車だけが通れるような定義であることがわかります。さて、 AI の稼働領域を定義できるゾーングラフですが、 UE4 から似たような機能としてナビゲーションメッシュがありました。エディター上で P キーを押すとどちらも可視化することができるのですが、並べてみると全く違うもののように見えます。ナビゲーションメッシュは AI を動かすにあたって UE4 までは必須だったのですが、このゾーングラフが追加されたことによって、どちらを使うべきかといった点で疑問を持つかもしれないので、ここで違いを見ておきたいと思います。ゾーングラフとナビメッシュの違いを並べたものがこちらです。ゾーングラフは基本的にマスフレームワークと連動して動くものであり、またマスエージェントを生成する範囲やエージェントが移動することが可能な領域を定義するものとなっています。一方でナビゲーションメッシュはナビゲーションシステムと連動して動くものであって、マスエージェントではなく AI コントローラーを持つポーンの行動や制御範囲を定義できるものです。それから大きな違いとして、ゾーングラフはポイント2ポイントによる2点間の移動を行うのに対し、ナビメッシュでは空間からウェイポイントのパス検索を行い、それに従った移動を行います。またゾーングラフは現在レーンの形などを動的に変更することができないようになっていますが、ナビメッシュでは動的に変更することが可能といったことの違いがあります。共通点としては、どちらもレベルに配置して使う点やビルドが必要な点で、ナビメッシュの時にはリキャストナビメッシュといったデータのアクターが作成されていましたが、ゾーングラフも同様にデータアクターが作成されます。そしてショーナビゲーションのコマンドでデバッグ表示できる点なども同じとなっています。ゾーングラフの機能については以上となりますが、これもまだ開発段階の機能であるため、もし使ってみてフィードバックなどがございましたらお知らせください。さて、今までは様々な機能を紹介してきましたが、この章ではマス AI で特に重要なマスフレームワークの基本的な部分について紹介します。マスフレームワークは大量の AI をまとめて制御するシステムの根幹となる仕組みのことを示します。マスフレームワークを理解することは、具体的にマス AI がどういった仕組みで動作しているかを把握するのに役立ちます。マスフレームワークはいろいろな要素によって構成されているので、より理解を深めるために基礎的な部分から説明したいと思います。マスフレームワークは構成として、マスエンティティ、マスゲームプレイ、マス AI という3つのプラグインに分かれており、プラグインごとに異なる機能セットを持っていて、各プラグインの機能を組み合わせることによって構築されています。まず最初にマスエンティティというプラグインがありますが、これはマスフレームワークの基幹部分を担っており、データ思考設計というモデルを利用しています。
マスエンティティはマスフレームワークにおける最もローレベルな部分で、理解するにはこのデータ指向設計モデルへの、理解が必要になります。マスエンティティよりも上位レイヤーに位置するのがマスゲームプレイプラグインです。ここではマススポーナーなどといったスポーニングや LOD 制御などビジュアライズに関するすべての概念を扱います。そしてさらにより上位レイヤーではナビゲーションや AI の動作、アニメーションなど AI に特化したコンセプトを持つ MassAI プラグインで定義します。 Mass フレームワークを構成するプラグインはこの主にこの3段階となっており、それに付随してスマートオブジェクトやゾーングラフのプラグインが個別に存在しています。最終的にはエンジンプラグインの上に特定の動作を拡張するプラグインを作成することで、マスフレームワークを簡単に拡張することができます。これはシティサンプルの構成ですが、シティサンプルではこれらのフレームワークを拡張したプラグインによって、より詳細な制御の実装が行われています。特にクラウド群衆とトラフィック、車の群衆制御には、プロジェクト独自の実装をプラグインの中で行っています。マスフレームワークのプラグインはこのような構成になっていますが、最初に説明したマスエンティティはマスフレームワークの中でも特に重要な部分であるため、ここで補足しておきたいと思います。マスエンティティは先ほどデータ指向設計というモデルを利用していると言いました。データ指向設計について聞き慣れない方がいるかもしれないので、わかりやすい例と比較しながら説明したいと思います。ここに2つのモデルを並べてみましたが、マスフレームワークで利用するデータ指向設計モデルは右の図で示しています。左は古典的なオブジェクト指向モデルで、これは Unreal Engine のアクターコンポーネントモデルです。左のモデルは、ワールドに登場させたいアクターのロジックを非常に柔軟に構成することができます。このモデルは柔軟性に富んでいますが、それらが逐次更新されることによって、コードやデータの非整合性をもたらします。また、アクターの構成は、その情報がメモリー上で整列されていることを保証するものではありません。このアクセス方法は時に CPU にとって負荷となるキャッシュミスが生じます。また、コンポーネントが肥大化してしまった場合は、その一部の機能やメモリーは特定のアクターにとって不要となる可能性があります。そこで UE5 のマスフレームワークでは、データを別の方法で保存し、データを処理と切り離すことにしました。データ自体を小さな塊であるフラグメントに置き換え、メモリ内でそれらフラグメントへのポインターを保持するエンティティを用意して、より効率的に計算することを実現します。このモデルでは、フラグメントやエンティティといった聞き慣れないワードも出てくるので、各要素を説明しておきたいと思います。一旦、アクターコンポーネントモデルは忘れてください。まず最初に図の中にもありますが、フラグメントについてです。フラグメントは、日本語訳すると断片や破片という意味がありますが、実際には計算で使用する最小単位のデータのことを指します。フラグメントの例として、位置を示す transform、velocity、LOD、index などの情報があります。これはデータだけを持つものであって、処理のロジックはありません。フラグメントには様々な種類のものがありますが、例えば左のフラグメントは、速度情報としてベクター型のパラメータだけを持つ F マスベロシティフラグメントというものが存在します。他にも右のように LOD を管理する用の情報として、複数のパラメータを持つフラグメントも存在します。まずデータ指向設計における最小のデータの単位がこのフラグメントです。それから次の要素として、
トレイトというものがあります。トレイトは特性や特徴といった意味を持ちますが、講演の序盤でも出てきましたことを覚えていますでしょうか。エージェントがステートツリーを使ったり、スマートオブジェクトにアクセスできるときに登録していた、あのマスエンティティコンフィグの設定項目です。トレイトは具体的に移動するといったことや、注視されるといったエージェントの特徴を示すのに使います。トレイトの構成については図の通りで、フラグメントの決まった構成によってできています。例えば左の移動するといった特徴の You must movement trait ですが、こちらは F mass velocity fragment と F mass force fragment という2つのフラグメントを持っています。これらのフラグメントは移動の処理を行う際に必要なパラメータとなっています。このようにある特徴 trait を扱うには決まったデータ群フラグメントが必ずセットとなっています。そしてこのトレイトに関連してくるのがこのエンティティと呼ばれるものです。エンティティは実体、実物といった意味がありますが、マスフレームワークにおけるエージェントのような個体を示すのに利用されます。そしてエンティティは複数のフラグメントを持っており、処理は持っていません。エージェントはマススポナーによって生成される際にマスエンティティコンフィグによって特徴付けが行われていることを前の章で説明しましたが、生成される際にエンティティはトレイトと紐付けられるため、エンティティはトレイトの持つフラグメントの情報をデータとして利用できるようになります。少し整理しておきましょう。真ん中の図のエンティティはマスフレームワークにおける実体、群衆における個体を示します。実際にはオブジェクトのような実体を持っているわけではなく、ただ ID で管理されているだけの存在ですが、個体に紐付けられたデータフラグメントのコレクションを持っています。 trait はエンティティが持つ特徴で、それらはフラグメントというデータによって構成されます。この図では歩行や回避といった特徴を示す部分で、速度や力といった個別のデータ、いわゆるフラグメントを持っているということになります。データ指向設計におけるデータの構成はこのようになっています。エンティティのような個体で、ただデータを管理するためだけであれば、アクターコンポーネントモデルと相互変わりはありませんが、データの管理の点で違いがあります。先ほどエンティティはフラグメントのコレクションであると言いましたが、実際にはまとめて管理されます。これがアーキタイプというものです。アーキタイプはフラグメントの構成が同じエンティティを把握して、フラグメントのデータを一元管理し、これを固定サイズ帳で保管します。エンティティは個体別の ID を持っているため、実際にデータが欲しくなった場合には、アーキタイプに対して ID をもとに自身のデータを要求することができます。このアーキタイプは常時更新されており、アクターコンポーネントモデルでは、アクターやコンポーネントが自身のデータも保持・管理していましたが、データ指向モデルではこのようにアーキタイプで情報が管理されています。データ構成はこのようにアーキタイプで管理されることによって効率的に処理できる準備を行います。マスフレームワークでは多くのエンティティのデータを集めてまとめて設定したり更新する必要があるため、効率的に処理を実行する必要がありました。そこでマスフレームワークではプロセッサーという専用の処理を行う方法を採用しています。プロセッサーは移動処理や回避処理といった機能単位で存在しているため、たくさんの種類があり、サブシステムと連携しながら処理を行います。そしてプロセッサーでは
多数のエンティティを更新するため、フラグメントを一括で更新、追加、削除を行ったりします。データにアクセスする場合は、アーキタイプに問い合わせが必要なのですが、エンティティクエリと呼ばれる中間オブジェクトを利用することで、特定の処理に必要なフラグメントへのポインターを保持するエンティティをフィルタリングし、素早く必要なデータにアクセスすることができます。このようにデータ構造と処理を分離することで、データとコードの一貫性が担保されて、キャッシュミスを最小限に抑えることができます。マスフレームワークのまとめとして、この部分を振り返っておきたいと思います。マスフレームワークでは、エンティティを個体として扱い、エンティティは自身の速度や座標といった情報をフラグメントとして持っています。この情報は、マル1で示す、スポーンされたときに、アーキタイプにフラグメントの同じ構成ごとにまとめられて管理されるようになります。これによって、エンティティは個体情報として ID は持っていますが、自分自身では情報を持っていない状態となります。次に、マル2で、プロセッサーの更新依頼がマイフレーム実行されるので、プロセッサーで処理を行います。プロセッサーはステートツリーを更新したり、移動時の座標を更新したりと、様々な種類の処理ロジックに対応したプロセッサーが存在しています。更新タイミングでは必要なデータをエンティティクエリを介して処理できるため、効率的にフラグメントの更新を行うことができます。これによって各エンティティはまとめて一括でデータが更新されるといった流れになります。マスフレームワークの基幹部分のサイクルについては以上となります。初めて見ると少し理解が難しいですが、実際にコードを見ながらデバッグしてみるとイメージがつきやすいかもしれません。なので、この図をイメージしながら実機を動かしてみることをお勧めします。ここまでで、マスフレームワークやマス AI に関する機能について言及してきましたが、最後の章ではパフォーマンスとデバッグなど、ちょっと気になる点についてご紹介したいと思います。マス AI のパフォーマンスに関する特徴はこちらに示す通りです。マスの処理は基本的にゲームスレッドで行われるため、処理負荷はゲームスレッドで発生します。当然ですが、ゲームスレッドでの負荷が増加して、ボトルネックになることが考えられます。また、シンプルに計算する対象の数が多くなれば多くなるほど負荷が高くなる傾向にあります。マスエージェントやトレイトの数が多いほど負荷が追加されます。これは単純にステートツリーやプロセッサーでの評価コストが増加することに起因しています。できるだけ無駄がないように気をつけましょう。それから、マスフレームワークはあくまで群衆 AI を制御するのに特化した機能であるという点は覚えておかなくてはなりません。群衆での制御を行いますが、元々のアニメーションや移動にかかるコストは同じです。いかに少ない数をリアルタイムに動かして、その他のマスはローパワーで動いているように見せれるかが鍵です。積極的に最適化を利用したいポイントとして、この LOD を効果的に活用することや、非同期処理を活用することが挙げられます。シティサンプルの例でも挙げましたが、シミュレーションや移動処理を簡略化する LOD を活かすことで、処理負荷軽減に貢献できるかと思います。実際にどの程度の負荷を占めているかについて、Unreal Insights で見てみると分かりやすいです。これはシティサンプルのシーンの一例で、このシーンでは1フレーム 22.6ms に対して、マス関連の処理においては合算して 3.4ms 程度の負荷となっています。これはこのフレームに対して約 15% を占めています。これが大きいか少ないかはプロジェクト次第ですが、この点については継続して改善を行っていきたいと考えています。少し補足しますと、ゲームスレッドで行われるマス関連の処理は主にこちらになります。
基本的には各フィジックスのフェーズごとにプロセッサーの処理が実行されます。更新対象のプロセッサーがプロセッサーやエンティティが増えるとゲームセットの負荷も高くなります。現在はプロセッサーの処理は直列に動作していますが、この処理を並列に実行する機能を開発しておりますので、パフォーマンスの今後の改善にもご期待ください。それからデバッグについても述べておきたいと思います。マスについてはたくさんの新しい機能が追加されましたが、同時にデバッグ機能についても追加されています。マス AI のデバッグに関してはこれらの機能が有用です。まずこちらはゲームプレイデバッカーです。これは UE4 からある既存の AI デバッグツールですが、マス AI のデバッグ機能も追加しました。エンティティごとのステートツリーの動作状態を確認したり、マスエージェントが移動するパスを確認することができます。エージェントを個別にデバッグするときなどに利用すると便利です。それからデバッグに有用なツールとしてビジュアルロガーがあります。ビジュアルロガーは AI に関する動作を記録して再現させることができるツールです。マスフレームワークに関する動作を記録するためのログを追加しており、ここでマスエージェントのシミュレーション結果を見たり、システム全体で連動した動きを確認したいときなどに利用すると便利です。そしてこちらは新しく追加されたマスデバッガーです。マスデバッガーでは現在プロセッサーの中身やアーキタイプの中身を確認することができます。これを確認することによってプロセッサーを利用するためにどういったフラグメントの登録が必要かといったことや、アーキタイプでフラグメントがどのように使われているかといったことを確認することができます。こちらは右上のエディターのメニューから表示したり、左下のデバッグコマンドから開くことができます。そしてマスシステムにはデバッグを行うためのコンソールコマンドも多数追加されています。マスというキーワードで入力候補を見つけるだけでもすごい数が出てきますが、有用そうなコマンドをここに列挙しておきました。もしマスを使ってみる際にはこれらが役に立つかと思います。このようなマトリックスアウェグンズでのデバッグビューで出てきたコマンドも T サンプルのシーンで利用可能です。ビジュアル面でもデバッグするのに利用できるので、ぜひご活用ください。さて最後に本講演のまとめとなります。マスフレームワークに関しては様々な内容について述べてきましたが、改めてこちらは UE5.0 ではエクスペリメンタルな機能として追加されたものとなっています。基本的な部分は実装されていますが、実装されており、シティサンプルなどの実プロジェクトでも高いパフォーマンスが発揮できることがわかります。ただし我々はまだ現在の機能セットではアンリアルアクターのようなアクターコンポーネントモデルには及ばないと考えており、またプロジェクトで拡張する際には C++での実装が結構必要だったり、セットアップやデバッグに慣れるまでに時間がかかると考えています。この機能はまだ実験的なので、今後も継続したアップデートを提供したいと考えております。特にこれらを正式にサポートすることは現在 5.2 で計画しており、一部の機能についてはもう少し時間がかかることが予想されます。今後プロセッサーの処理を並列化することやパフォーマンスの改善、 UI やデバッグ機能の改善なども使いやすいものにしていきたいと考えておりますので、ぜひ皆さん使っていただき、フィードバックなどがありましたらお知らせいただけますと大変ありがたいです。参考にしたドキュメントとビデオについてです。マスフレームワークは新しい機能のためまだ情報があまり多くありませんが、公式ドキュメントにもございます。また弊社のエヴァンジェリストが作成したビデオコンテンツもありますので、こちらもご参考ください。以上で講演は終了となります。ご視聴いただきありがとうございました。